名古屋港水族館は、愛知県名古屋市港区の名古屋港、ガーデン埠頭にある公立の水族館。一部事務組合の名古屋港管理組合が設置し、指定管理者として、公益財団法人名古屋港振興財団が管理、運営を行っている。また、名古屋港振興財団の事務局も、同水族館内に設置されている。2017年現在、 日本最大の延べ床面積を誇る水族館でもある。館内ではイルカをはじめ、白イルカ、ペンギン、ウミガメなどが飼育、繁殖、研究されている。屋外には世界最大級の野外水槽を保持しており、非常にダイナミックなイルカやシャチのショーを間近で見ることができる。またイベントが豊富であり、ゴマフアザラシ、シャチのトレーニングやマイイワシのトルネード等イベントが、 定期的に開催されている。日本の水族館における延べ床面積ランキング1位。平成29年度には年間来場者数222万1822人となり、日本の水族館の入場者数ランキングで3位。平成29年度には220万人を記録した。皇帝ペンギンを飼育している。シャチを飼育している。レストランが中にあり。 軽く食事をすることができる。日本最大のメインプール社地の公開トレーニング、イルカパフォーマンスベルーが1995年、日本で初めて屋内の人工産卵場で生まれた赤ウミガメの人工負荷に成功。2003年より、米国海洋大気局と共同で成長過程の赤ウミガメの子ガメを放流、人工衛星追跡システムにより来た太平洋における海遊ルートを調査。 研究している。ジェンツーペンギン、ヒゲペンギン、アデリーペンギンの繁殖に成功。2004年7月17日、日本で初めての出産に成功した。2012年11月13日、ステラがメスを出産し、繁殖に成功。さらに死亡した、クーの乱母細胞が、神戸大学農学部に保管されているほか、シャチの発情周期の把握。 環境エンリッチメントの研究など、数々の成果を上げている。2003年10月より、シャチの飼育が開始された。飼育は、空に始まり、波、ステラ、ビンゴ、ランと続き、2012年11月13日には、ステラの子が生まれた。2015年12月以降は、ステラ、リン、アースの3頭を飼育している。 国内で飼育中のシャチは2011年1月に当館のナミが死んで以降はすべて親族による構成となり2014年8月に当館のビンゴが死んで以降はステラとその子孫のみの構成となったまたアースは現在体長5.5メートル体重24トンと日本で最大のシャチとなった名古屋港水族館北立マスコットキャラクターとして海洋がいる 詳細は概要を参照。ありがとうございます。